揚げパンを販売するキッチンカーキッチンカーはケータリングカーやフードトラック等と呼ばれ特に食品の調理を目的とした設備を備える車両の一般名称である特殊用途自動車の一種ではあるがほとんどの車両には飲食のための客席を車内に備えられていないため道路運送車両法等に定められる食堂車とは必ずしも言えない一般に食品の移動販売 ケータリングに用いられるが、陸上自衛隊、警察の機動隊等の調理施設を備えた車両も一般にキッチンカーと呼ばれている。国見バーガーキッチンカー日本でのキッチンカーの形態としては、移動販売の発展型、自走可能な屋台、諸外国のキッチンカーの形態を日本に持ち込んだものがある。 移動販売や屋台の発展があったとしては、石焼き芋やそばラーメン等がある。また、キッチンカーの携帯を持ち込んだものとしては、ピザやクレープ、ケバブ、アイスクリームなどがあり、この携帯を活用してから揚げ、丼物等の日本食も扱われるようになっている。東日本大震災の直後から復興を向けての支援や、コロナ禍における、 テイクアウト需要の高まりでもキッチンカーの存在はよく認知されるようになった。日本国内でキッチンカーを用いて食品を提供するには管轄の保健所による営業許可が必須となる。食品衛生法に基づくものと各都道府県市による条例に基づくものがあり、その許可基準は都道府県及び市により異なるため、ある都道府県で営業許可を受けた。 キッチンカーが必ずしも別の都道府県でで営業許可を受けけられるわけではない具体的な設備要件としては、例えば、東京都では、車内での調理加工を伴う営業を届け出る場合は、耐水性及び耐久性を有し、かつ、固定された屋根及び壁を有する自動車であること、人愛昆虫類の侵入を防止できる構造であること、耐水性を有し、 引用的の水を供給する指定容量以上の給水タンクと同容量の排水タンクを設けること、流水式洗浄設備を設けること、電源装置を設けること、自家発電による冷蔵設備、または同等の食品を冷却保存できる設備を有することなどが定められている。道路運送車両法の面では、加工車として特殊用途自動車登録されているものと、 トラックに着脱可能な調理スペースを備えることで、貨物自動車のまま登録されている、キッチンカーがある。台湾のキッチンカーアジアでは、古くから屋台の文化があり、歴史的に天秤棒で担ぐものからリヤカーなどを、人力、自転車等で引く移動形態を取るものも多いため広く、受け入れられている。簡単な調理技術と設備、そして最小限の投資で開業可能であり、 立地や時間的拘束がないことから飲食店開業の足がかりとしてこの業界に参入するものも多い。提供される食品は主に地元の文化と味を反映するものが多く、また消費者にとって安価で迅速に食事を済ませられることが魅力とも言える。特にケベック州ではコンチナとして知られ、キッチンカー自体は 全国的に広く用いられるメキシコ料理からグリルチーズサンドイッチに至るまで幅広い料理を提供している。バンクーバー発祥のキッチンカービッチエスレールウェイエクスプレスは新鮮なインド料理を提供し国営航空やカナダの機内紙の世論調査で競合を抑え2013年カナダ最優秀新レストランとなっている。オースティンのワイルドライフエキスポで再現された チャックワゴンアメリカ合衆国のキッチンカーの起源は19世紀初頭牛の買い付けに際し生産地である西部から消費地である北部東部への数ヶ月にわたる牛の移動が強いられたためチャックワゴンという移動式調理施設が南北戦争の放出品の馬車などからチャールズ・グッドナイトによって作り出されたまたもう一つの起源として19世紀後半に入り主に都市部で サンドイッチやパイといった軽食をビジネス街で提供する調理施設を備えた車両が見られるようになっている。どれも安価で手軽な食事スタイルが定評であるとともに、ある種の懐かしさや教習を誘うものとして人気を博している。メキシコには路上での食品販売の規制はないため、近年大きな成長を遂げている。キッチンカーのオーナーたちは2013年に、 業界団体を設立しその地位を確立しようと努めている。路上で調理をする個人営業主のほか、自社製品の宣伝のためにキッチンカーを用いて、正規店として営業を行う企業もある。ホットドッグイギリスでは、動力移送の出現により、第二次世界大戦時代からキッチンカーは用いられ、兵士の士気を高めるものとして、各地の劇場などで、 ティーレディー等によって利用されていた。現在では、スナック版として知られ、タコス、ハンバーガーのほかドーナツなど幅広い食品を扱い、ほぼすべての幹線道路の人手のある地域の路肩などに見られ、旅行者の中には、比較的高価なサービスエリアなどよりも安価な、キッチンカーの料理を好む者も,もいる。ベルギーでは、郷土料理である、フライドポテトのキッチンカーが古くから見られ、 ブリュセルでは毎年5月にヨーロッパ最大のキッチンカーフェスティバルが催されている。フランスでのキッチンカー営業は地元警察機関をはじめとした4つの異なる所管機関に届け出が必要とされているが屋外の市場などを中心にタコス、ハンバーガーを含む商品は特筆すべき人気を博している。イタリアではその認知度は低く2014年になって初めて キッチンカーの採点が模様された。ブリスベン・サウスバンク・パークランズのモバイルカフェニュー・カレドニア、ヌメアの中華料理、キッチンカー・オーストラリアでは、全国的にキッチンカーが利用され、メディアでも最近の流行として取り上げられている。また、全国のキッチンカーを一覧表示するサイトなども登場している。先村玉まミリタリーへの招待、オタクマ経済新聞。 2016年2月4日閲覧、キッチンカー警察機動隊。自衛隊イベント情報アトラスウェブ。2016年2月4日閲覧、警察向け緊急車両。オークオートワークス京都。2016年2月4日閲覧、新たに食品に関する営業を始められる。皆さんへ引く自動車関係営業許可申請等の手引き東京都福祉保健局。 2020年5月25日、閲覧。ウィンハーノ、カイジーレイン、A、ストリートフーズインディベロッピングカントリーズ、レッスンズフロムアジア。国際連合食料農業機関。2011年9月7日閲覧。ベーカー、ポーラ、フードトラックテイクストップピープル、S チョイス、レストランアナーズピジン、ランクスイントップ10。 グローバルニュース、2014年12月12日閲覧。トンプソン、ビル、アメリカン、チャックワゴンアソシエーション。2014年10月30日閲覧。インザドレフトウェイ、アーティクル。ネーション、126、589から590。インバー、ダニエル、フーメイドザットフードトラック。ニューヨークタイムズ。2014年12月13日閲覧。 アソスヤソンメキシコナでフードトラックス。タイムアウトメキシコ、タイムアウトグループ、2016年2月7日閲覧。ユアモバイルキャンティーン・イン・アクション。インペリアル・ウォー・ミュージアム、2010年7月25日、閲覧。スナック・バンズ・フード・オン・ザ・ゴー・イン・ピクチャーズ。ザ・ガーディアン、2014年12月12日閲覧。モスキン・ジュリア・フード・トラックス・イン・パリー us q g n finds open minds and mouses.The New York Times Pianissimo a 1 h t t p w w w 2 t i m e s c o m 2 0 1 2 0 6 0 4 World e u r o p パ Food Trucks a d American Flavor 2 Paris HTML SRC イコールミーレフイコールジェネラル ページワンテッドイコールオール2012年6月4日、閲覧。イルチーボーディストラーダ・ディーベンタグルメ、エーミラノイルプリモフェスティバルエウロペオデイフードトラック。イルソール24オレ、2014年6月29日、閲覧。グレー、ティム、ミールズ・オン・ホイールズ、オーストラリアエスベストフードトラックス。ザ・ニュー・デイリー、2015年2月19日、閲覧。ウェアザ・トラック、AT ・エティ 2015年2月19日閲覧。鴨沢朝木。駅前で、キッチンカー導入のオープンカフェ社会実験。前橋市。新、公民連携最前線。日経 BP。2016年2月4日閲覧。キッチンカー。アニメート。2016年2月4日閲覧。ネオヤタイムラ2016年2月4日閲覧。 失踪キッチンカー若者たちのランチ革命 NHK2016 年2月4日へ釣らんネスカフェキッチンカーネスレアミューズ2016年2月4日へ釣らんネスカフェキッチンカープログラム説明会につきまして養老の滝株式会社2016年2月4日へ釣らんキッチンカースキヤ、2016年2月4日へ釣らん新たな設備で 食事支援士ダックスがキッチンカー寄贈。相馬市。2016年2月4日閲覧。釜石キッチンカー。2016年2月4日閲覧。らん。女出張お茶っこクラブ仮説を回るキッチンカー型交流場。震災リゲイン。2016年2月4日へつらん。福井初越光全国キャラバン。福井県。2016年2月4日閲覧。 馬から身体検診、ラーメンキッチンカー全国横断中、株式会社の新ジャパン、2016年2月4日閲覧らん、南都市市民共同化、地域おこし協力隊、萩中正幸隊員担当のキッチンカーがデビュー、2016年2月4日閲覧らん、日清食品ホールディングス、もしもの時の日清免用性プロジェクト自分を守り、人を助ける、 2016年2月4日閲覧、日清食品ラーメン記念日フェスタ2013イベント開催のご案内2016年2月4日閲覧、ありがとうございます